まずサイゲームスという会社はですね、各社員がこういいゲームを作るということ以外はあまり考えなくて済むような環境づくりを目指していてですね、その環境が一ついいゲームを作れてる理由になってると思ってます。真面目にいいものを作る、それ以外のことはあまり考えないっていうのが、一つサイゲームスのやり方です。またですね、監修する人がですね、トップの経営陣になるんですけども、その経営陣が全員ゲームが作れる人、プロデューサーになってますので、トップが考えるいいゲームっていうのと、現場が考えるいいゲームっていうのが、同じになっているっていうのが、そうゲームを作るときにブレないので、いいゲームが作りやすいっていうのが、もう一つ理由かなと思ってます。それとともにですね、その経営判断というのもですね、いいゲームを作るっていうことが優先順位に挙げられてまして、柔軟にコストとかスケジュールとかを変更できるというのも、他の会社にはできないことなのかなと思っています。客観的に見て、ただアートのレベルは非常に高いと思っています。社長の渡辺は非常にアートに対して情熱が強くて、創業時からいいアートの体制作りというのを非常に力に入れているので、そこは一つ明確に強いところではあるかなと思っています。いいアートを作るっていう非常に熱い情熱がですね、そういう有名なクリエイターさんとかにも理解していただけて、弊社で仕事をしていただいているっていうところがあると思います。弊社のチームでは、チームによりけりですけども、100人単位のチームで分業してゲームを作っているというのは一つあると思います。あとですね、運用力といいますけども、僕らはゲームをリリースした時点がスタート地点だと思っていて、そこから開発がまだ続いているというところで、どれだけいいゲームをユーザーの皆さんに届けられるかというのを常に追求しているので、そういうところなんじゃないかなと思っています。今はまだそうなってないと思ってますけども、ゲームという単語を聞いて、サイゲームスという言葉を思ってもらえるような存在になりたいなと、今後5年10年でやっていきたいと思ってます。来年のリリース予定になっていますプリンセスコネクトリダイブ、そしてロストオーダー、こちら2つともですね、非常に面白い作品になると思ってますので、ぜひ出た際には遊んでいただけると嬉しいです。